外で見たらこんな赤色のラーメン入ってるんや。買います？俺の青のラーメン入ってたやな。ちょっと一回聞いてくるわ。すみません。今やったのな。ありがとうございます。今日ケンズで車庫カーテン買いました。ケンズで車庫カーテン。何撮ってんの？俺撮んの？下手くそやわ僕。ケンズでこれ車庫カーテン欲しかったんですよ前から。ちょっと気になったんですよ。はい。91さっきこんな値段でしたっけ。はい91パー。びっくりした。泣きそう。泣きそうになった。ありがとうございます。はい。もうね見た見ないですね。1号線から回ったら、はい、あ、ほな1号線回ってもらえますか。ほなトルトさんがいつもあの裸の作業服屋さんはいはいやります。タンがお昼ご飯食べた。食べてないです。我慢しや。え何すか。食べるやん戻った。なんで藤川さんお昼食べたもん。あ、そう、どこか。あ、そうやったんすか。あ、唐揚げ屋さん行きます。お相撲さんまた食べさせるのか藤川さんに食べてきたんでしょいや、大丈夫、我慢します。いやいや、お腹の前とか言うとかもな、他弁でいい。他弁でいい。はい。今日来てくれたから、宝弁当ぐらいだったら怒りますよ。宝弁当。宝弁当。あのほら、宝ね、卵、錦糸卵と高菜と、あと紅生姜と、なんか白身魚入った高菜弁当ね。いや、もうな、嬉しいですけど380円ぐらいのやつ。こちらこそですよ。撮ってるんですか。はい、今撮りました。またでもさっきのいいなね、うん、大事な話のところは撮ってないですよね。そういうとこじゃん。はい。あ、何のためのカーテン。さっきあれやね、昨日ずっと一昨日から雨やったから気持ちいいですね今日ね。また明日明後日雨ですもんね。そうなのテンション下がるわ。週末はねえねえで洗おうかな、どうしようかな思って。ああ。でもやっぱり振るってなったらせいでえへんな。ねえ。うん。それはあるけどな。知らんかったらありえけどね。な。とりあえず今日僕カーテンつけなかったんで、カーテンつける動画だけ、はい、ほんなら作るの手伝ってもらえますか。了解です。俺カーテンのね、つける動画とかカーテンとかあんまりやったことないんですよ。で、場所はなんか間違えてんのかなと思ったんだけど、カーテンを洗う動画と間違えてんじゃん。ああ。な、洗って絞ってはしたけどな。はいはい。とか。後ろが取られてる感じするんだけど視線田中坊もね、大倉来たんですよ。ですよね、うん、今日行ってびっくりした。あれどっかで見たあるような車やな。田中坊引退しておるなと思って。やっぱりじゃあ俺は言うてん、先導言うてん、いやもう混んでいいやんって言うてん。こんなもう山奥からもう混んでええやんって言うてんけど、いやもうほんまにちょっといろいろあって言うから、だから言うて、自己責任でおいでや。ベルトしてる？ベルトしてるな。パトカー多いですね。もう寝屋川警察、もうこの辺もうめっちゃ取り締まりやってる。ほんで警察署を越えて、安心させてからの立教の下に白バイやからな。めっちゃ怖いで、ほんまに。その話聞いたことあります。誰から。何度となくなんか言う、なんか聞きましたね。そうね、ここな、こう警察署あるやんか、この辺みんなおとなしいやん、はい、ほんでここの川沿いのとこにパトカーがよう止まってんねん、信号で。うまいこと先頭で止まんねんな、あれな。あれな、どうやってんのあれ。ぐるぐる回ってぐるぐる回って、うまいこと先頭で止まんねん。ほんでな、パトカー止まってるからおとなしいに通過して、はぁ、あ、よかったと思っとったら、あの立教の下に白馬おんねん。うまいことできてる。春の交通安全週間終わりましたよね。もう終わったんじゃないですか。終わりましたね、うん、普段こういうの飲めへんから、なんか飲みならへんから、チューチュー言ってますね。あいちゃん、サマになってないじゃん。チューチュー言ってる。なんかチューチューさんみたいになってる。チューチューの身になってるんで、なんか、うん、いい感じです。でもあれやな、唇がおけが、これですね、この量で100円やったら安いでしょ。あ、これ100円ですか、うん、あ、これ安いですね、ね。美味しいでしょ、こういうコンビニとかって。何でも肉まんでも何でも美味しいじゃないですか。でもね、いまいち僕ね、ダメなんですよ。何え、いや、なんかコンビニ
の裏側を知ってるから。そこで。裏側知ってるから、なんか抵抗あるんですよ。もう裏側はそんなひどいんですか、ね、もうひどいですね。言われへんけど。ファミリーレストランの裏もちょっと知ってます。あ、そういうのもやっぱ言われへんけど。でもそういうの知ったらファミリーレストランに行きにくない。怖いね。やろ、うん、でも、要はあるやん。運送や、トラックの運送業界の闇を語るみたいな。今からなんか闇語れへん ?3 人で。闇なあ、これがほんまの闇やねみたいな、どう社長が、やめてくれ、今で。でも、どうやろ、運送会社は闇っていうか、まあ、こう、俺なんかまだ、ほら、藤川さんと比べたらまだ全然若造やんか。いや、そんなことない。30年くらい、31年くらいしか乗ってないから、トラック。でも、そんなもんです。だから、まあまあ、若造っちゃ若造やねんけど、でも、運送業界の闇って、まあ、こう、何かあるかなっていろいろ考えると、あれですね、特にないですね。ある闇いうか、うん、ドライバーも、うん、闇やからやらへんとか、そういうのはないでしょ、この業界。走ったら走ったらお金になるからな、うんうんうん、だから好んで闇を突破する人が多いでしょ。だからむしろ闇に慣れてる。そうその8時間開けろとか言われたら、うん、ええー、とかなるでしょ。あ、それも闇やな。8時間も止まってんの。8時間も止まらなあかんねんね。なあ、ほんまに大変なあ。でもな、トラックの闇というかな、これ喋ってええんかな、これそれまずいなってなったら、まあまあ、一応喋るけど、カットしたら方がええでって言うから、カットしてな、あんな、昨日俺、大津のサービスエリア、朝3時頃着いて、はい、ほんで、最初ちょっと、ショーしとって、トイレ行って、ショーしとったら、ほんなら、こう、前にガラスがある、うん、ガラスに、なんか青のシャツ着た人がファーって歩いたよ後ろ、はいはい、ファーって歩いていったから、ほんでもうショーの便器の前にガラスがあるね、大津のサービスエリアな、俺向こう買い付け行きやって、はい、ほんでああってしとったら、ほんなら後ろガラスでこう人が通ったから、ああ人通ったなと思って、ほんでパッて見たら、こうこっちはもうこうトイレのドン付きで、もう台するとかあって、もう台のとこ全部扉開いてんねん、あれと思って、え、あの人どこ行ったんと思って、もうそっから俺も気になって気になって怖くなった、ほんま、と思って。ただ怖い話、これ危ないやろ。闇の話でしたっけ。かなり闇やな。これ怖かったね。あれってなって、もう手も、もういつもやったらわーってもう負けんぐらい洗うんだけど、もう今日怖かった昨日、まあ、大津のサービスエリア。サービスエリアあるあるじゃない、こ怖い話ですねそれ。うん、大津もう怖いわ大津。僕ね、あれ、じゃあお前の話ほんまに怖いねって。僕の話ほんま怖いですよ。多分ね、まだこれ多分ね、編集って言うんかもしれないですけど、 あのね、昨日おとついの話か。はい、横乗りで、草津のパーキングに入ってもらったんですよね。ほんなら、台行こう思ったら、うん、あそこなんていうんですか、ちょっと中にも手が洗えるような場所あるじゃないですか、小さくなった、うん、なのでそこが、マッチャッチャでした。意味がよくわかんないでしょ。あ、そこでしたよ。でもね、なんでそこに便所が、もう便器があるのに、なぜそこにどういう体勢でできたかが、もうほんまに不思議で仕方がなかったんやけど、恐ろしくなってすぐ逃げました。それも怖いけど、あれ、なんか昔バスからバー降りてきたおじいちゃん連中の中に、はい、子供用の便器をおしっこしてるおっさんあったで、おじいちゃんと。こんなちっこい便器あるやん。なんか写真か動画かなんか投稿のあれで、ショーするとこにお尻突っ込んでしゃがんでる人もったね。やっぱりな。もうな、炎上目的とかあかんから、もうほんまにダメですね、ほんまにあかん。ということで、今から女優カエルにちょっと泊まりしてもらってます。
どこ行くんでしょう。かませのうどん食べに行きましょう。かませね。かませ。うどん？入れへんやろ。藤川さん、何食べてきたんですか、お昼。自分あの雑炊食ってました。ああ。じゃあちょうどんきついね。まあ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 、あの見学してますわ。見学。だよ。うん。付き合ってもらえるんですか。付き合ってもらえるんやったら、じゃあかませに。かませね。行きましょうか。かませイエイイエイ行く？イエイイエイですけど、僕何も分かってないんでお願いします。かませイエイイエイ。いやでも藤川さん、僕心配や、そんな見とくだけなんでしょ。かませってあれですか、何ですか、大盛り2玉、うん、なんか追加で麺増量してもらえるんですよ ね、 そ、 ね。あ、そうなんですか。なんかあんなに多いのに大きな声でなんか10分になったで、ちょっと動画切ろう。